公共曲第1番編母長作品には、カミーユ・ユサン・サーンスが1853年に作曲し、最初に出版された公共曲である。作曲は1853年の夏に行われ、初演は同年12月18日に同時代のフランス音楽を積極的に演奏していた、聖セ,セシリア教会のパリでの演奏会において、フランスはセガースの式で行われた。 作曲者名を隠して行われた初演は成功し、後にサン・サーンスの作品であることが公表されると、隣席していたエクトル・ベルリオーズや、シャルル・グノーからンジが寄せられた。1855年に出版され、セガースに捧げられている。全体を通して、ロベルト・シューマンや、フェリックス・メンデルス・ゾーン、ベルリオーズの影響が顕著である。しかし、 企画の分野の発展が遅れていた、当時のフランスでは異例なほどの大公共曲であり、意欲的な処方が随所に見られ、18歳だった作曲者の成熟ぶりを示している。フルート3、オーボエ2、イングリッシュホルン1、クラリネット3、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、コルネット2、サクソルン2、トロンボーン3、ハープ4、ティンパニ、シンバル、言語部演奏時間は、 約30分。変歩蝶々、4、4拍子。そなた形式。主題を予示する短い助走に続いて、雄大な第一主題が、弦に現れる。この主題が入念に扱われた後派蝶々となり、金管楽器とティンパニの盛大なファンファーレに続いて、木管楽器による、第二主題が提示される。その後は、概ね型通りに進むが、 展開部の前後において助奏が再現されるのが特徴的である。都庁長,長4、44拍子 ABABA コーダの小論度形式。弦楽の規則正しいリズムに乗り、木管楽器が明るい主要主題を歌い交わして始まる。トリオ主題は弦楽器のスタッカートで提示され、主要主題は再現されるたびに展開的な楽奏になっている。初演当時から、 人気のある学章であり、様々な編成への編曲譜が出版されていた。補聴調、9、8拍子。展開部を書いたソナタ形式。第2楽章に続いて、異例の超選択である。クラリネットが、弦楽のトレモロと、ハープに伴奏されて、主題を奏する。主導権はすぐ弦楽に移り、パドドゥを思わせる雰囲気の中、 甘い旋律が楽勝を通して続く。コデッタでは、ハープの響きが、印象的である。変歩長調四、四拍子。全楽勝から切れ目なく開始する。日体のティンパニの響きに始まるファンファーレが盛り上がり、行進曲風の壮麗な主題が、トゥッティで提示される。それがコラール風の楽奏に受け継がれると、ベートーベイの英雄公共曲を思わせる主題が、 フガートの形で提示され、展開されていく。コーダでは、学章の冒頭主題も加わり、金管楽器やハープが盛大になり響く中、曲を終える。ありがとうございます。